はい、どうも、こんにちは、こんばんは。ということでね、今日1月23日の開封動画やっていきたいと思います。今日はね、神の期間、今週末土曜日にパックで発売されるカードの、今回はね、自販機ブースター、いわゆるガチャガチャの方をやってきました。パックはね、今週末発売なんですが、自販機ブースター、こういう200円の、200円で回せる、このガチャガチャのやつはね、下旬発売、昨日ぐらいから結構出回って、 でのとと今っっあ1月23日なんですが、まあ、編集、えー、今回 BGM とか多分入ってないのかなと思うんですが、まあ、BGM つける作業とかしてると、えー、公開日が明日24日になってしまうので、まあ、今回はまあ編集なしの、えー、と、撮ってすぐ出すっていう感じで、はい。まあ、スピード重視で、 え、やっていきたいと思います。えー、ということで、まあ、話長くなってしまうんですが、えー、開封動画ね。えー、今回2000円分、えー、違う、あ、2000円分ですね。2000円分。1回200円で2000円分の、えー、10回、えー、やっていきました。えー、っと、まあ、その大事態は2つあったんで、まあ、光ってるカード出るまで、光、うん、やってきました。っていう感じなんですけど、まあ、全部光ってるんですよ。まあ、全部光ってるんですけど、狙ったカードが出るまでやってきてます。まあ、ちょうど2000円分ね。 えー、ボックス開封3ボックス分出すと思うんで、まあそっちで、まあ欲しいカード、あと足りないのはシングルカード目当てでやっていきます。ということでまず、えー、光ってるやつ、今回レアで、えー、ゴッドシーカーのやつね。えー、武装がアルキメットで、えー、武装のアルキメットが新しく収録されるらしいので、今回、まあそれの、えー、ゴッドシーカーのアルキメットです。えー、光ってますね。で、えー、あとはノーマルカード、ノーマルカードは多分ボックス開封で、まあ。 ちょこちょこ見たりすると思うんで、あ、いいですね。まあ、行動関連ですね。行動関連のデッキが組みたいと思ってるんで、それのカードはまあ確認する意味で出していきます。やっぱりね、公式サイトでこう見る画像と、まあ、実物で見る画像、実物で見るカードっていうのは、やっぱりこう、全然違いますよね。このクローズドジェミニとか、実物の方が100%かっこいいっていうね。こう、ジェミニ。で、次のやつがマスターレア。 えー、ステファノスですね。武装の、えー、違う、鬼人の、えー、マスターだよね。やっぱりこれ違うよね。カメラでこう見る実物の方が、ね、よりかっこいい。で、今回リ、リバイバルの新戦月下。で、ブルートサイフ、で、サージェント・メッシュアとかね。トトの神殿と。あ、カプリコンホール。今回、えー、武装の、武装じゃない。えー、行動の新しいマジック。で、3パック。 エースアークイブ、えー、今回の武装の、えー、レア枠ですねこれが1枚とあとノーマルが、えー、いくつか入ってます、まあ、今回ね新しい、えー、パックが出るんですが、まあ、コードを、まあ、組みたいって思ってるのとあとはね樹木関連ですねドールあのゴスロイチックな女の子が可愛いんで樹木、まあ、を改めて、まあ、新しく組もうかなと思います樹木、えー、はね、あのー、魔界七将 魔界必勝バージョンとして持ってるんで、まあ、それを改造する形になると思うんですが、えー、新しいのね。で、ジェットハルコ。えー、ジェットハルコね。ジェットハルコ。あ、ピスケガリオット。新しいこのピスケガリオンのリメイク。ピスケガリオンと、えー、リブライバー。リブラゴレムのリメイク。そして、ウェネットと、あ、バージニア、えー。ビエルジェのリメイク。バージニアです。いいね。ブレイラスター。ブレイブラスターね。バージニア。 か愛いよね、ガイジニアで、5パック。5パック目のカードで。まあ、光ってるカードはね、僕自身こう、当たりは分かってるんで。で次のカード。えー、グレイです、えー。グレートオーシャン。今回の青のエクスレアです、えー。トラッシュの、えー、相手のトラッシュのカードすべてゲームから除外しますっていうね、新しく除外効果が出ましたということで、グレートオーシャンの通常版が出ましたと。こういう感じの、グレートオーシャン。ね。この、わかるかな エリーフ仕様はこんな感じです。はい、で次のカードが、えー、天正龍神派そしてノーマルでポ,あポセイドンの神殿で、ね、ネトで残り5パックで,で次のカードが、えーメ,えー、メ,メンコブラですねメンコブラ7コストのレア枠の、えー、紫そしてゴッドシーカーの,あの海賊バージョン、えー、海賊っていうゴッドシーカーの青ね で、スティールナイトの新規と、えー、スティールメイデンの新規。ノーマルが1枚と。で、残り4パックなんですが、そろそろ多分来ると思うんですが、あ、これね、えー、ダブル X レア、えー、グランウォーカー、マナカ。これね、出ました。えー、これ出て、その同じタイをやめたっていう感じなんですよ。で、マナカです。いいね。ダブル X ガチャで結構久しぶりに引いた気がするんだけど、ボックス開封ではちょこちょこ引いてたりするんですが、実際ね、 マナカですで。今回のダブル X ってもう1個あって、あ、違う、2つあって、3つか。合計で3つあって、もう1個のねえ、グランウォーカーの K っていうやつの方がね、欲しいんですけど、今回マナカですね。マナカ全然変わりましたよね、印象が。今回、グランウォーカーとして。えバーストをセットするとえ、高チャージができますっていうね、感じで。これはこれでデッキを組みたいと思います。マナカね。マナカと K は最低でも1枚ずつ集めたいと思います。で、えー、っと、 新海賊が2枚と、合人賞。で、ポセイドンの神殿と、あ、ジェミックね。ジェミック、今回の行動の、ジェミナイズのリメイク。そして、えー、残り3パックなんですが、えー、今回ね、ダンが出ました。ということで、えー、グランウォーカーダンです。光り方こんな感じですよグラン、えー。10周年記念 X レアの、えー、ダンですね。わかるかなこの光り方が、なんか、なんかダンから羽が出てるような。 星座かな星座と中、集中線があるような、えー、感じで。結構独特の光り方ですよね。10周年記念 X って。えー、レリ,リーフ加工はもちろんあって、ダン君自身は結構ツルツル。あ、ダン君には全然入ってないですね、これ。リリーフは。ダン自身にはこう何もなしのツルツルで。えー、っと、後ろのこの星座の部分がリリーフ加工があるような感じですね。うん。伝わるかな ダン君自体には全然レリーフ加工というかざらつきは全く入ってないような感じのグランウォーカーダンですはい避け,と避,け避けときましょうかでノーマルが12345枚ね5枚と残り2パック、まあ、今回のね一番良かったレアっていうのが X レア1枚と、まあ、WX と10周年記念 X が出てるんで、まあ、残りはね 残りは普通のレアワークというか。はい。まあ、今回10回やってきて、10回やって、回2000円分やった結果が、まあ、こんな感じの、はい、あ、これか。鋼鉄マジック。あ、ドラゴニックタウラスのリメイクで。ペンタン工程です。ということで、今回2000円分やった結果で、えっ、ー、と、X レア、青 X1 枚の、えぇ、ー、10周年記念スの段が1枚。で、ダブル X の、えー、あっと、なんだっけ、ブラウンウォーカー、マダカ これが1枚とえっと結構プラスなんじゃないでしょうかえー、っとボックス開封あげると思うんで、まあ、そっちでまあ段とかえ段、ー、を集まっても、えー、ノバが必要になってくるんでまあ結構ね初動で集めようとするとお金がかかる、えー、デッキだと思いますが、えー、ということで今回はえー、っとなんだっけ自販機ブースター、えー、神の機関の、えー、開封動画でした